みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。今のはいい判断だったぞ。はい、みんなそろそろ休憩時間よ。今日はサンドイッチですよ。いただきます。大丈夫、心配すんな、その想いなりか胸に染みて、出た。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。激突虎と鷹。へえ、これ冬っぺが作ったのか。はい、全部一人で。あまり自信ないんだけど。うん、うまいうまい。本当美味しいよ。この優しい味、マネージャーの人柄が出てるぜ。ありがとうございます。そうだ、今日はとっておきの差し入れがあるんですよ。差し入れ？日本にいるみんなからの手紙よ。みんなからの？ああ、見せてください。どれどれ。お、これクリマツからじゃねえか。え、どれどれ。皆さん、お元気でやんすか？日本に帰ってきてから、こっちでは毎日雷門中のみんなと練習に明け暮れる日々でやんす。染岡さん、俺、もっともっと上手くなって、必ずチームに戻ってみせるでやんす。クリマツ。これは緑川からだ。え？緑川くん？元気でやってるか？君たちの戦いぶりに、日本中が盛り上がってるよ。仲間が世界の強豪を相手に頑張ってると思うと、俺も負けてられない。千里の道も一歩から、もう一度みんなとプレーするために練習を重ね、俺は生まれ変わってみせる。緑川、僕たちも負けていられないね。な、
なんすか、栗。これは、手紙か。手紙としても。誰からだ？ん？背景、稲妻ジャパンの諸君、鷺沼修だ。え？鷺沼修？まずはここまでの戦い、世界を相手によくやっていると言っていいだろう。だが、続くイタリア戦はこれまで以上の覚悟で挑まなければ勝てない。そもそも、今までの戦いは日本代表に対して、相手の油断があったことは否めない。しかし先日のアルゼンチン戦であの鉄壁のディフェンスをやる。本当の意味での世界展開だ。諸君、より一層の覚悟を持って練習に挑んでほしい。私を熱くさせてくれる試合と稲妻ジャパンの勝利を望む。日本より魂を込めて敬語。はぁ、長いよ、鷺沼。これ、虎丸くんに。え、俺にも？ええ。あいつら。すみません。ねえ、タイガーストームだ。はい、来い、ドラマル。タイガー、あれじゃ高円寺でも届かねえな。くそ、タイガーストームを失敗した。ドンマイドンマイ、気にすんな。キャプテン、何か変じゃないですか、トラマル。ん？そうか？ごちそうさまっす。うぅ、今日もよく走ったぜ。たまには気分転換にパーッと波にでも乗りに行きてぇぜ。いいな。お前も一緒に行くか、トラマル。行きたきゃ勝手に行ってください。ごちそうさまでした、トロモル。なんだよ、せっかく誘ってんのに。俺たちは戦うためにここにいるんです。遊ぶためじゃないでしょ。なんだと。おいおい、何喧嘩ふっかけてんだよ。どうしたんだ、トロモル。なんでもありません、トロモル。なんだあいつ。ほっとけほっとけ。俺ちょっと話してくる。キャプテン。ん？俺に任せてもらえませんか。え、お前は？飛びとか。荒れてるな、トラマル。飛び高さん。喧嘩ってのはムカつく相手に挑んでいって初めて始まるんだ。ムカムカをただぶつけるのはただの八つ当たりだ。調子が悪いからって人に当たるのは筋違いだぜ。当たってませんよ。だがあいつらは嫌な気分になっただろうな。そんなの俺のせいじゃないです。似てるな、昔の俺に。ドリブルの3本勝負だ。3本とも俺を抜けたらもう何も言わねえ。だが1本でも俺がお前からボールを奪えたら。みんなに謝れってことですか。いいですよ、受けて立ちます。Thank you.
まず1本。まだ2本残ってるぜ。俺の勝ちだ。約束は守ってもらうぞ。そんな、どうして？動きが単調なんだよ。そんなフェイントじゃ世界どころか俺にも通用しない。やっぱり調子が悪かったんだな。ついてこい。よし、できたぜ。雷雷拳の裏メニュー、雷雷丼だ。雷雷丼、食えよ、俺のおごりだ。はあ。うまいだろ。響さんに教えてもらったんだ。響さんに？ああ、みんなに隠れて練習していた頃、雷雷拳の余りもんで作ってくれたのがこいつなんだ。思い出すぜ、昔俺ん家にたむろしていたスズメたちにもこうして飯を食わせてやったっけな。何があったか知らないが、腹がいっぱいになれば嫌なことなんてすぐに忘れるさ。飛高さん。ん？これ。虎の矢。こいつは。母さんからです。そうか。お袋さんが心配で。野々美姉ちゃんがいるから大丈夫だと思うんですけど、母さんは体がそんなに丈夫じゃないから。いいやつだなお前、母親思いで。当たり前じゃないですか。母さんはどんなに苦しい時だっていつも俺のことを一番大切に思ってくれたんです。なるほど、ホームシックってやつか。なんでわかったんですか、俺が変だって。なんでかな。けどなぜか俺の周りにはたくさん年下の仲間が集まってきてな、やつらの顔色を見ると何か悩みがありそうってすぐに分かっちまうのさ。
仲間ですか。いいですね、そういうの。うん。俺は自分のサッカーのせいで本当のことを話せる仲間なんて一人も作れなかったから。おかしなもんだな。え？仲間のいない天才小学生とサッカーを知らなかった不良が一緒に世界を相手に戦ってるなんてよ。本当に上手くなりましたね、富高さん。そうか？はい、ずっと練習してたんですね。出なくちゃ俺からボールを取るなんてありえないですよ、たとえまぐれでも。昨日今日サッカーを始めた俺は練習あるのみだからな。響さんと出会わなければ俺は今でも喧嘩に明け暮れていただろう。少しでも上手くなってチームの役に立たないとな。響さんの思いに応えるためにも。トラマル、俺たちは仲間だ。何かあったらいつでも相談しな。少しは力になれるかもしれない。すみませんでした。でも一つだけ言わせてもらっていいですか。なんだ、言ってみろ。飛高さん、あんまり料理はうまくないですね。そうか。あのライライ丼醤油が多すぎ、あと油はもっと少ない方が。それと玉ねぎとかはガンガン火を通しちゃダメです。そうなの。もう大丈夫だな、あいつも。皆さん、昨日はすみませんでした。ちょっとイライラしちゃって皆さんに八つ当たりしちゃいました。ごめんなさい。気にすんなよ、トラマル。元気が出たんならそれでいいじゃねえか。そうそう、そうすよ。誰だって調子の悪い時ある、気にするな。皆さん、よっしゃ行こうぜトラマル。イタリア戦はもうすぐなんだからな。よし、みんな練習開始だ。オフェンスガンガン攻めろ。ディフェンスボールを出す。母さん元気ですか。お店の仕事とか無理してない。仕入れはももみ姉ちゃんに手伝ってもらってください。俺は今みんなと一緒に世界を相手に頑張っています。たまに辛くなることもあったけど、もう大丈夫。トビタカさん、俺にパスをください。よし、トラマル。だって俺には信じられる仲間がいるから。みんなシュートコースを塞ぐんだ。完全にシュートコースが潰された。どう打つ、トラマル。仲間がいればどんな辛いことだって乗り越えていけるんだ。これだ、RC シュート。 RC シュートだって。何、ディフェンスの間を抜けた。いつの間にこんなシュートを。ひらめいたんですよ。すげえシュートじゃないか。とっさにあんなシュートをひらめいたっていうのか。 RC シュートか、やるな、トラマル。天才小学生復活か。あいつね。母さん待っててよね、俺必ず世界で優勝するから。みんなと一緒に。みんなそろそろ昼ご飯よ。
たく。今日の昼飯なんだ。実は今日はですね、とっておきのお弁当があるの。お弁当？じゃん！やっほー！ののみ姉ちゃん？ののみさんがなんでライオコット島に？日本にいるみんなから頼まれたの。頑張っているみんなにとっておきのお弁当を差し入れしてあげてって。はい、ののみ特製稲妻弁当虎の矢スペシャルよ。うっしょ、うまそうだぜ。世界大会用のお弁当ってわけですね。あれ、虎の矢スペシャルってことは。そう、このお弁当のレシピを考えたのは虎丸くんのお母さんなの。母さんが。さあみんな食べて食べて。いただきます。おいしい。ああ、こいつは最高だぜ。お母さんの味よ、虎丸くん。これで元気100倍よね。うん。うまいな、虎の絵の味は。でしょ。よし、飯食ったら午後も練習だ。みんなイタリア戦に向けて気合い入れていこうぜ。ほら、食事中に行儀悪いよ。明かされる冬っぺの謎、工藤監督が守り続けるその衝撃の過去とは。まさか俺のじいちゃんに関係が。次回、稲妻イレブン、蘇る記憶、冬香の真実。これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。稲妻イレブン、今日の格言。俺たちは仲間だ。何かあったらいつでも相談しな。以上。